ちでどうも。してたんです。あ、そうなの今日。あ、まあ、北村さんといえばね、今までいろいろイケメンとおうちデートしてきましたけど、今日は誰が来るのか。いや、毎回いろんな人が来てくださいますね、本当に。本当ですよ。誰のためにしてるからね。まあ、大晦日も近いってことで。そうだよね。誰だ？オープニングファイター気がちですか？今回はあれじゃない？浩二とかが多分一試合見れるから。はいはいはい。浩二か三浦孝太。その。どっちかじゃない。ファイターしか来ないの。まあまあということで、今誰かが来ますので、ちょっとマジで出ていただいて、じゃあやりましょうかね。じゃあはい、いきますか。ドキドキデート、どうぞ。オッケーです。これ聞こえます？全部声。ああ、聞こえてますよ。クリアだよね。めちゃめちゃいい。ちょっと今日はタカさんに。いやね、今日記念すべきチャンユのデビューの日ということで、はい、よろしくお願いします。タカさん、すごいですよこれは。すごいな、本当にすごいな。相手タカさんなんやって。そうよ。どうなんだろうな、いろいろなんか逆に聞いてみたい。おお、まあね、チャンユが一女としてこうどういうこう癖があるのかないのか。おお、確かに確かに。気になるね。デビュー作ですから。何百人、何千人って、ね、相手してきてるから、うん、インタビューもしてきてるから、うん、さっき本気でデビューしちゃうかもよって言ってましたよね、タカさん。言ってましたね、本当に。すごい自信。本気でさせようとしてに来てるから。え、チャンユがやるって言ったらタカさんも復帰するんですか？パンツを脱がれる。おー、それは別に構わない。え、チャンユのために、チャンユのために復帰。何ニュースだ、そんなニュースだ。売れるぞ。やばいよ。売れるな、チャンユ。売れちゃうぞ。無事だね、タカさん。やばいでしょ。まあ最悪ほら、日本じゃなくて海外でって言ってもそれだったらいいのか、いいって言うのか、チャンユ。じゃあスワックさんじゃないか。この絵なかなかないぜ。いやー、おもろいな。自分らの家のリビングにタカさん。いやー、言えないよ。扉開けた瞬間から緊張するだろうね、チャンユ。もうじゃあ来るんで。はい、そうですね、僕らが、僕らはもうなんかリアクションしてるんで、あんまり気にしすぎずに。うん、うん、すごい久しぶりです。エンドですよ。ギャーって何。一緒にみんなでご飯食べて以来だよね。あ、そうです。そうね。まさかチャイム DVD を知らないからね。確かにデビューですよ。え、今日撮影あるってそもそも分かってた？誰が来るよっていうのをさっき知らされて、タカさんがいるのは知らなかったですよ。これを見て何も聞いてなくて、はい、こういたパターンはあるわけね。あります。それでこういた人で、あ、誰だって分かると何を考えるの？何を考えるんですか？すごいよ。いろいろ考えるじゃないですか。じゃあ今日何するんだろうなみたいな瞬間的に。あ、でもまあ本当の尋問みたいな。いきなりゴールが見えてたかな。対談デート。対談？対談じゃないな。デートですか？え、デートしてくれるの？お家デート。おーい、すごいな。でも俺とデートするっていう認識を今持ったんだね。あ、はいはい。ね、はい、じゃあ何しようか。いや、怖。その何しようか怖いですけど。いや、すごい握られてる、掌握されてる感すごいな。まあ会って話はしたけど、はい、なんか個人的な話とかも何にもしてないじゃないですか。そうですね、仕事の話しかしない。もちろんあのお互いにこう、それは台湾だったからっていうのもあって、俺は単純にやっぱり素朴な疑問と、はいはいはい、素朴な魅力と、はい、一応ね、一万数千人の経験で話さなくてもこう想像するわけですよ。おそらくこういう人なんだろうなとか。今パッと思ったけど、基本的にあれだよね、人に対してあの警戒心を持つよね。うん、間違いない。占い師みたいな。まあそうです、多分結構人見知りなんで。
あ、そうなんだね。あ、その認識はあるんだね。はい、単純に、あ、こういうこの人はどういう恋愛をしてきたんだろうとかさ、例えば AV だとするとこういうシチュエーションってすごいあるわけですよ、僕は。はいはいはい、仕事上ね、はい、そうするとパッとここに座られると、あ、この人はどういう恋愛をしたり、どういう男と付き合ってきたり、はいはいはい、どういう男に騙されたんだろうとか、はい、なんでここに座ってるんだろうとかっていう素朴な疑問があるわけですよ、ね、はい、まずは人となりをこう知らないとなかなかこう、はいはいはい、できないじゃないですか。いやー、いるし、本当のやつ見てるな、これ。本当のやつだよ。本当のやつだ、これ。一言で言うと、でも、人見知りなのね。人見知り、まあ、そうですね。でも、九州だよね。九州です。俺の中の九州イメージっていうのは、恋愛は基本的に女性からスタートするっていう認識がある。そうなんだ。へー。で、やっぱり、いろんな女の子と会うじゃないですか。で、やっぱり出身を聞くだけでも、結構その恋愛感とかセックス感みたいなのってやっぱり違うんですよ。はいはいはい、うまいこと言ってんな、うん、セックス感とかさ。で、北に行くと、で、北に行くとやっぱりこう受け身がとにかく圧倒的に多くて、はい、そうなんだ、そうなん、ガツガツ行く、そうそうそう、自分が気に入ると徹底的に自分の方から行くみたいな。あ、確かにそれはそうかもしれないですね。恋愛当たってんだ。でもなんか喋らせてるね、うまいこと。でも人見知りなんだよね。そうです、最初は。話術だな、これは。今までと雰囲気違うもんな、うん、ちなみにさ、俺の専門は分かるけど、まあ、性行為が専門なわけですよ。はいはい、で、そうすると、そういう性格の女の人っていうのは、そこもやっぱりリードしていくわけ。おぉ、おぉ、合コンとかにつけんじゃないの、この人。時と場合によっては。ああ、はい、どっちでもいけるってパターン。と思ってます。喋ってます。喋ってない。何だろう、何を喋んないよ。じゃあ今まで例えば、まあ、もちろん恋愛をしてきたんだろうし、だからチャンユーはどこに惚れられてるの？自分で言うのもなんだけどって話。気になるとかね。気になるのはちょっと。聞いたことないね。割と元気な性格だから。元気な性格。その天真爛漫さみたいな。何やろ、まあ、なんか無邪気なところみたいな感じじゃないですか、多分。逆にじゃあチャンユーはさ、はい、そういう自分の性格と同じような人がいいとか真逆がいいとか、なんかこうポイントはある？例えば自分よりなんかとりあえず背が低いやつは嫌だとか。あ、まあ確かに身長は自分よりは高かってほしいですね。ああ、おお、ああ、はい、おお、あ、背の高い男はどう？あ、めっちゃ好きなの。あ、第一、はい、第一関門か。第一関門。自分を最初に独スタートだってきて。いや、いつの間にやってんね。一応ね、なんだろう、世間一般的なものが通じるかどうかわかんないけど、AV 女優ってこういう男優さん嫌ですって書ける項目がある、はいはい、あるんですよ。また AV の話だ。そこで大体四台っていうのがあって、うん、だからハゲ、ハゲ、デブ、チビ。チビ、ケムクジャラ、ケムクジャラ、おーっていうこの4つが多いんですよ、はいはい、で、このうちで許せるやつある？なんかうまいぞ。デブは？デブは、そのマッチョじゃないよ、デブだ。出会った時にめっちゃデブだったら嫌かも。あ、けど別に付き合っていくうちに太るのは OK。 あ、ハゲは？ハゲも一緒ですね。で、あとなんてケムクジャラ、ケムクジャラは別に大丈夫です。じゃあ逆になんでこのケムクジャラが嫌っていうこの AV 女優の気持ちは分かる？AV 女優の仕事をこう回想しながら答えてみる。回想しながら、あ、なった気持ちでね。うん、なった気持ちで。女優の気持ちを想像させる。あー、そっか、そういうことね。それマインドコントロールじゃん、これ本当に。すごいぞ。まあでも普通にあるじゃないですか、その触れ合うから、うん、やっぱあのガサガサしてその肌荒れとかしちゃう。AV 女優ですからね、することしないといけないわけです。そうそうそう。あ、もっと他になんか決定的なやつがある。そうそうそう、そう決定的なことがあるし。デビュー前提で話しかけてるもんね。でもまだ出るとは言ってないからね、うん、まだね、本当のやつやってくれてたかさ、エンタメじゃなくて、まず女優気分にならないと。なるほどね。だから女優は何する？そういう戦略だな。これする。そう、下も、うん、多いってことですね。うん、で、その下もあの解釈するときに口に入っちゃうから。あ、正解！あ、正解！妄想させるってことなんだろうな、多分。チャンユーがね、拝借するっていう言葉にちょっと俺はね、え、いいですか？
キュンするから、ね、あっキュンする。まあ分かりやすく言うと、はい、しゃべりにくいんだよ。まあまあそう、簡単に簡単に言った。なんとなくでも分かる、同じ女の子としてこの子あくまで仕事するっていう前提で、うん、こういうのが嫌だみたいな。はいはいはい、分かりました。違和感なくこの話してるからな、うん、確かに切り取ったらめっちゃ変な会話してる。同じ女の子としてこの流れとしてはね、自然が増してる。でもほらなんか AV の場合ってやっぱりコアな人もいるし、癖持ってる人もいっぱいいるから、例えばなんだろう、すっごいこう可愛い子にやめてとか言ってるのに気持ち悪い親父がこうなんかこうやってるみたいなのが興奮するっていうやつも、そういうのを女の人ってよくほら自分でする時に妄想するっていう人、俺何万人もインタビューするけど結構多いなっていう。おお、そっちか。だから女の人って必ずしもなんか理想の男性を思い描いて自分でするわけじゃないんだっていうのはこの仕事してよく。なるほど、そうなんだ。ある。汚い人に、いやあんま私そういったその汚い人っていうか、まず汚い人って言うから、まあ、汚い人。ちなみに一人エッチはする？じゃあはい。そうです。まあ、します。なんだよ。うまいな。いきなり聞いたら答えんけど。指と奥どっち？ちょっとこれもちょっと、これは。いやー、ペース完全に。いや、すごい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 。じゃあ、高さんだけに言いますね。これも皆さんにはしたいですね。だから、いや、もうこれ。本当のこと、放送できないです、これ。放送できないですよ、なんか恋愛じゃなくて、いはい、まあ普通に男も女も大人になれば、うん、相手がいればそこに性行為が起こるわけで、そこはまあ恋愛と別にこう自分が一人の女として深掘りしたなんか期間とか時間ってないの？深掘りした期間、だからめっちゃ気持ちよくて、これ以上気持ちよかったら女はどうなるのかなとか。ないですね、あんま。確かにそのすごい質問高さんの、まあやっぱりそういう深掘りをしたいみたいな人は結構多かったわけですよ、僕の経験上。という人間のケースの味によく、いつの間にか。なるほど、うん、気づいてないからね、最近気づいてない。今まではなかったの？とヘッタクソだなこいつみたいなのとか、まあ、なくはないですけど、あるんだね、はい。やっぱりだから下手くそだとそう思われるわけじゃないですか、男って。だから男ってやっぱりみんなやっぱり女に下手くそって言われたくないから、いろんなものを見て俺のやつも見てはいはいはい、学ぶわけですよ。そうですね、みんな多分だ。そういう人としたらどうなるんだろうみたいな妄想って一度もない？あ、うまいな、なるほどね。ここでそういうの持ってくんだ。極めてる人とやったらどうなっちゃう？そうそうそう、その E の延長線上にある自分みたいな、うん、なるほどね。うわ、もう興味は確かに、え、興味はありますね。うわぁ、これ AV みたい、本当に。すごいぞ。 AV で見るやつやん、これやばい。興味ありますって、これやばいな。じゃあ質問、うん、クイズ。女は一生生きてる中で3つ絶対に忘れないセックスがあるって言われて、なんだ3つで、1つ目は初めて、あ、2つ目が 初行き、初めて行くっていうのを、うん、3つ目がこれはできたぞっていう、その妊娠したって分かると、うん、あの時のだって分かるらしいんですよ。まあ、それは経験まだ3つ目はないけど、じゃあ残り2つは、まあ初体験、まあそうです、初体験覚えてますね。でそれ2個目、そうですね、行ったってやつですよね。ああ、もう確かに記憶には刻まれてる。そうでしょ、はい。いや、喋らされてるな、マジで。うわ、こんな話さんもんな。話さない、普通行きとかなんて話さんもんな。そうなんですね。あ、じゃあ、うん、結論的に行くことはできる人なんだね。あ、そこ聞くためのね。うまい。勧誘がこんなナチュラルに話してるの珍しいよね。もっと嫌がるやん、嫌がる、嫌がる。すごいよこれ。いいよ。ちなみに、はい、自分の体で好きな箇所1個、嫌いな箇所1個。もう本当に導入じゃん。好きで
もあり嫌いでもある。あ、お尻。あ、お尻でもある。あ、好きなんだ。わかるわかる。うん。いつも長めでしょ、スカそうですね。そういうので出るわけです。出るな。で、本題だけど、今これ自分から言ったけど、うん、お尻が好きでもあり、嫌いけど、うん、もう普通に生活してる上では嫌い。だからこう服が着れないから。あ、そう、要はお尻は大きいのね。うん、自分、はい、自分の認識の中では。はい。でも好きでもある部分も。好きでもある、まあ普通に、だからお尻好きっていう人も結構ちょいちょいいるじゃないですか。あ、俺尻外した。あ、そう、そういう人毛がいいってこと。お尻は、まあ、今までちょいちょいいたから、まあ、あ、大きい方がいい。そういうの言われたら、まあいいところでもあるかで、ちょっと好きって。あと、お尻にほくろあるんで、それが好きです。ほくろ、お尻にほくろ、そう、2つ。それは誰が見たことある。誰が。いや、まあ、その元カレとか今まで。ちなみに場所はどこ。ほくろです。ほくろの話です。うん、場所。あ、服着てるからいいから、こう指でこうちょっと後ろに。あ、どっちだっけ。あーって、こう指で。ほくろの場所を。ちょっと反対見ない。カメラに。カメラに。ありがとうございます。初公開じゃないこれ。ここですじゃん。あ、そこにある。左のそこに。これ激レア情報じゃん。初めて知った。へえ。じゃあパンツ脱がしたやつしか見れないってことだよね。そう、そうですね。それはぜひ見たくなるね。おわあ。これ料理までたどり着くかな。そうだよ。これ、ね、料理一応準備だけど、料理なさそうな気がするこれ。なんかこんな喋っ。ご飯食べた。あ、料理した。あ、料理した。料理した。いや、なんか俺はだから今日チャイヨが料理も上手だから。え、嘘でしょ。本当にって聞いたよ。これ俺も好きなのよ、料理。あー、でもなんかこの前の言ってたでしょ。一緒にやんない、料理やりましたね。あ、いいですよ。オムライス的なものを作るみたいなことかな。そうですね、オムライス卵の料理は。あー、でも家でもオムライス、あ、そうか、ケチャップとかあるね。じゃあまず肉切らないね。タカさんの料理風景とは珍しいですからか。すごっ。なんかその指のことばっかり言われてさ、料理がうまいってことが全然フューチャーされないんだよね。実はね、タカさんは料理好きということで。うん、皮付きでやろうか。あ、まあそっちの方が中心。手慣れてる。慣れてる。そこで私はちょっと。でも卵やってますね。卵やってる。ケチャップライス。これもらえない。この映像なんなんだよ。タカさんのチャンネルが料理する。知ってる？あのこれがあの卵を溶くと泡立ちがいいって。あ、そうですか。あ、じゃあ。え、あ、見たことない？え、見たことないです。ケチャップライス。え？やりますか？え？ああ、そういうこと？YouTube 的に大丈夫なはず。大丈夫かな。卵研いでだけやから。ベロミンってされんの。え、料理は好きなの、そもそも。めっちゃ好きとかじゃないんですけど、人並みですね。なんでこの質問したか知ってる。何ですか。この答えとエッチ好き嫌いの答えが大体イコールなんで。そうな、人並み。人並みなんだ、じゃあ言う。でも当たってるよ。料理全然好きじゃないやん。いやー、女の子の話じゃなくてこれはエッチするとき何が大事かっていうと、やっぱりこれ以上したら無茶してるなとか痛いって言われちゃうかなみたいな、はい、これってすごい想像力必要じゃないですか、うん、ね。だからバカなやつは分かんないでこうなんか闇雲にやるじゃないですか、はいはいはい、でもそういうことを考えながら、このぐらいいいけどこれ以上やったら痛そうだなみたいな感覚、うん、でこれって料理人の味付けと一緒なんですよ。うわ、下手くそじゃん味付け。めちゃめちゃ下手くそじゃん味付け。バレたじゃんか。俺やみくもにやってんのが。全部坂さんがやってくれるわけで、ね、すごい。坂さんはアシスタントみたいな。共同作業ですね。共同作業。一気に。
あ、美味しい。美味しい。あ、美味しい。ちょっと薄味かも。食べて、つまんでみ。何ですか？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 人に料理見られるのって甘いんですよ。料理見せするとかあんまり見せないようにしてるんですよね。緊張するだから、そこら言ったじゃん、料理をあんまり見せたくないってことは、あそこと一緒なんだよ。へぇー。はぁ、あ、笑って卵いけるそんな通ずるんだ。だからね、男の人は結構ね、料理のことを女の子に聞くだけで、はい、結構いろんなことが分かる。はぁ、あ、はぁ、あ、聞くなこれからとしたら。面白いね、これ。あ, あら、いいじゃない。どうですか？行きました。あ、なんだ、いいぞ。書いてんの、ハート書こうと思ったら綺麗にならない。あ、そういうこと。そう、なんか書いたわけで、ハートを書こうとした。そうそうそう、ハート、ハート、何を書いてんだこのハート。壊れたハート。じゃ食べて。いただいいですか。熱くなってきちゃった。脱いでいい、ちょっと。はい、うん、どうぞどうぞ。いただきます。はい、これです。まだ、あ、脱ぎました、高さ1枚。おちょっといただきます。いただきます。あ、チキン入ってる。若干俺の中では薄味かなと思ってます。うん、どうだ。めっちゃうまいし、おいしい。おー、へー、いいな。俺味見しないんだよね、やっぱり。あー、確かに味見してなかったですね。おそれも、だから一緒なんです。なるほど。ずっと言ってるじゃないですか。料理の様は全てエッチの時の様と一緒だから、やっぱり自信があるとこうなんかあんまりこう味見とかしない、はい、まあ大丈夫だなって。いけますよっていう確認とかしなくても。ああ、なるほど。気持ちいいとか聞くみたいなこと。すごいな、そういうこと。なるほど、はいはい、もう分かってんだ。はい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 。男って結局その女性をこう生かせると嬉しいとか、うん、なんか征服力じゃないですか、男の。はいはいはい。で、やっぱりこう俺が作ったこの料理を美味しいって食べられるとすごいんですよ、征服欲。なるほどね。美味しいです。ぶっちゃけあの3回したぐらいと同じぐらい。あら。あ、満足かい？ちゃんゆう征服したぞ感。ちょっと俺も食っていい？食いながら。ちょっといいですか。いいよ、大気効果ですよ。そういう話だ。まず音が出たら大気効果だから。口でかい、一口で。おどうですか。どうだ。うまいね。おー、いいね。いや、普通にうまいよね、マジで。へぇ、同じ釜の飯食って。いや、もう完璧よ、あとは、ね、あとはデビューするだけ。まだデビューと言ってないですけどね。でももう本気のやつやこれ。じゃあやってみようか。はい。おお、いきなりやな。え？何ですか？料理。うん。ご飯も食べたし。そしてご飯食べて。デビュー作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 。さあ、伝わりましたよ。あ、ずっと喋ってて、肝心なこと俺言ってなかった。何ですか。いや、今日は、はい、あの、ちゃんゆうが素人もののデビュー作の AV に、はい、AV に、うん、俺を相手で撮りましょうって。そんな。そういうことだったんですか。そうそうそう、だから仲良くしていろんなこと知らないとなと思って。だからやっぱり今まで体験したことのない、ああ、いやー、それ、まあ、興味はなくはないって言ってたからね。ここで私デビューを聞く。逆にダメだ理由を聞きたいよね。ダメだとしたら、いや、まあ、その、いや、
すごいよこれ。だから編集でできるよ、はい、さっき言ったコンプレックスは。おお、もうカバーしてくれるわけね。はいはいはい、はい、これ断る理由なくなってるぞ、どんどん。すごい、パッケージももうすごいよ。まあ、それはなんか聞きます、うん、一応田口がレタッチでも田口さんこれ登場登場ダメですか僕はもうだからもうイメージインタビューで、はいはい、今日の撮影のイメージができたわけ、うん、なるほど、はい、あのチャンユーをこう素人ものとしてやる場合に、はい、やっぱりこうちょっとお尻フェチの方に見ていただけるのかなっていう賛否両論のお尻ですからね、うん、出たい理由は一個も聞いてないよ俺。だって出たい理由なんかないんだ。ないですよ。そうでしょ、うん、生きていく中で別に AV となんか関わらなくても生きていけるって思ってるだろうし、だから俺はあえて出ると設定した場合に出れない理由は何ですかって逆にね。逆にね、中華水飲んでいいですか。いやいやいや、俺も水飲んで、うん、すごいじゃん、もうやばい佳境よ、だいぶ終盤だ、終盤出るのか。いや、うまい、その見せたくない、え、裸を見られたくない。じゃあ、はい、裸を晒さなかったらいい。裸は、すごい、うん、おお、んいろいろありますけど、着衣のままと。いや、じゃあそれ、ちょ例えば、なるほど、全身タイツとか全身タイツ、デビュー作で全身タイツ26でしょ、はい、一番美味しい。おお、美味しい、一番美味しい。なるほど、じゃあそうですね、まあ、どれでいく、あんま確定できないよね。わかりました、じゃあはい、一旦、うん、保留で。保留かい、保留保留で考えますんの、考えます、考えるの、考えます。これガチだね。別にだから裸だけが AV ではないので、それはちょっと認識を改めて、はい、分かります。なるほど、なるほどね、保留じゃダメだい。プロはもう逃がさんだから、保留じゃ逃げられない。それ、そういうの考えた上で、ただ相違点は見つけた。俺も結構コンプレックスなんですけど、唇薄いんですよ。あ、そうなんですか。で、チャイも結構薄めだよね。あ、じゃあ一緒なんですね。うん、だからすげえ注意したいなって。おい、やばいぞ、おい、いや、始まりそうなこと言ってくるますね。始めた方がいいのか、それ。いや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 、その振りはそういう意味じゃないの。違います、でもなんだこれは。壊れた何だよ、結構瀬戸際まで行けてた。いやいやいや、なんか緊張感ありましたよ、だいぶ。いや、もう意味わかんないって。保留、まあ、高野がなかなか逃がしてくれんかったからね。いや、そうよ。いやいや、怖いっていうか、まあいい映像見れたよ、本当に。いや、すごい。いや、なんだって、ちょっと決めんかった。なんだ、これは。え、お客さんで見てて楽しい。いや、面白かったですよ。楽しいですよ。うん、まあ、じゃあ今回もチャインは AV デビューなしということで。なしか、いや難しいね、やっぱり。でも俺途中でケツのほくろぐらいは俺見せてもらえるかなって。ああ、もしかしたらね。まあ確かに確かに。じゃあケツのほくろだけ見せてもらえる。まあでも、俺ら知らんかったからそもそもケツのほくろがあることとかを。そうですよ、うん、それはそうなの。本当に知らないから、うん、初めて言った。ありがとう。何それ。おーちゃんね、登録してほしいよ。Have a nice day。しゃ。痛い。ちょっと恥ずかしい。